用心してかかった方がいいぜ。ああ桐生藩かっこええもみあげ。めっちゃ懐かしいな。ツーツーが一番感動するっちゅったけど、なんか話の内容あんまり覚えてないからな。いでいで、あれロードね。おお、ん、道頓堀の方、大阪の方か。カニどうきました。うん、カニ目一個だけ飛び出とし。いや竹内力になった気分やな俺。なんだあんた、今日すぐに宿に帰るんか。まだ何も考えてないが。そうか、俺もさっきも話したように関西に嫌な思い出がある。なるほどね。松をぶらつく気分じゃねえんだ。お前は先にホテルで待ってろ。なんかやらしいな。ああ、捜査捜査させてもらうぜ。気をつけろよ。 OK 行きます。探検しろ。探検、はあ、まあいつも通りの。あ、ここな。ゴロつきおるね、ゴロつきおるね。けど、あ、このミッションをできるってことか。近くのミッション、このミッション、これでここに向かいたい。どっちや、こっち。違うこっちが。むず操作、あれ、え、走る操作、え、何これ。バイオハザードの、いけるか。あ、チンピラ。この辺やとあんまり見かけん顔やな。そうか、すまないな。知るか、いやいや知るかだろ。知るか、何様言うてんねん。かわりせんにぞ。おい、なるほど。なんかダッシュドロップキックみたいな。あれドロップキックはない。戦いの操作方法とかもないんだ。で、チャリンコ拾おう。待て、ちょ、むずい。田原死ね、田原死ね、死ね。よいしょ。あれ、金拾えんかったっけこれ。ひー、すんまへん、お通りください。でっかい餃子あるし。うん、わ、なんかまた来た。内川いかつい堺、すぐヤクザだと思われて逃げられてんねんな。そう、うわ、ヤクザ来たん言って逃げておんねん。ほんま堅気の商売してへんくて困ってんねん。もうヤクザになったのか、ほんま。どういう話やねん。見た目だけでヤクザになるんかこいつは。さっき見とったで、ほんま強いでんな。うちらもあいつには困っとったんや。黒川言いますね。はい、黒い川言うても心は真っ白に美しいんや。ほんまかいや。美しい言うたら、逃げたうちの嫁はごっついブサイクやったな。そんなことはどうでもいいね。こいつめっちゃなんかいろんな話多いな。ところであんた名前はなんて言いまんねん。桐生だ。桐生藩か、大阪初めてやな。よろしゅうな。なんや、お礼がしたいねんけど、何がええんやろ。
なあ、うん。うん。わしこう見えて、この辺の情報は大体握ってまんねん。めちゃくちゃヤクザやんけ、こいつも。困っとったことあったら何でも言うてや力になりますせ。しばらくはこの辺りにおりますんで。なるほど。一緒についてこんのか、こいつは。三角。うん。誰これ。あ、弟子。たこ焼きの近くに行ったらしい。会いに行ったらどうだ。ほぐし会館の近くに。喧嘩好き。ほぐし会館。まあ、よくわからん。行ってみようか。あ、ちょっとごめんごめん。誰？ちょっと待って、こっち行きたい。わしはこっち行きたいね。何これ。なんか落ちているな。銀の皿。銀の皿ってなんかあれじゃなかったっけ？あれ、装備道具じゃなかったっけ？装備。装備は？あれ？これこれこれ。あら、なんかいっぱいついてる。はあはあ。あ、なんかもうなんか。はあはあ。あれ？火つけれんの？敵に？マジ？え、めっちゃ強い武器ついとんやん。36って何これ、これ欲しい、これ。バットをここに。あれ？オッケー。で、何これ、何これ。新しい武器めっちゃ増えとる。まぁ、ちょっと一回これ使ってみて、あ、まぁ、いっか。で、バツ。所持品。これはその他か。はいか。ちょっと誰かと戦いたいな。あ、待って、この辺になんかある。どこどこ。あ、チンピーラー。うわ、めっちゃおるし。じゃあ、横横。これ使いたい。これ、これ。わお、強っ。しばらく寝てろ。これいいね。金属バット最強じゃん。あ、うん、こっちじゃなくて、こっち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 、ここか。こんなか。スマイル。あれ？スマイルって。ショットバー。なになに？ドイツ、ドイツ。ドイツだ。これ？ん？おじちゃん、私とダーツする？勝負しますか？プレイ200円。200円持っとんかな？あ、やるわ。負けないよ。ダーツすんのこれ。難しそう。矢を選んでください。あ、じゃカウントアップだ。見てろよ。負けないんだから。手加減しないぜ。怖っ。何があるの？どうすんの？何この地味なゲーム。ちょっと待って、6回。ほっ、あっ、くそ、どんまーい、むずむずいよーし。こいつ どのぐらいの腕持っとんだ、こいつ。はっ、15とか。だる、負けるやん。ひー、まずこれ的がはよう分からんけど。いやいや、お前ブルブルいけ、ブル、マジブル。あ、これか、これか、的。あ、これか。オッケーオッケーオッケー。ここにして、わ、むず、なにこれ。えっえっ、くそ、むずいな。おい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 、あっ、惜しい。くそくそ、この、あー、この辺、この辺、この辺だる。あー、どんだけダサい投げ方しとんだ、こいつ。やばいやばいやばい。
ゲー。しかもスムーズ、しかもスムーズ。どうしよう。めっちゃ倍ぐらい違う。やばいやばい。やばい、最初わからなかったし、操作法もわからなかったし。待てよ、ほんとに。絶対ブル入れたんだよ。あ、ブルより20のトリプル。20の枠からこれを。はっ！あ、惜しい。20、絶対20は欠かせんで。20のトリプルを狙い。くっくっ。なんや、このエイムは。えい！くそ！おわ！もう地味、地味やこれ。くそ、この辺、この辺、あ、いける。はい、おわ、高い。グー、くー、よーし。強い、絶対勝てない。もうなんかミスってくるこいつ。は、えー、やったって今さっき1やったけど。ギョエバカなバカな。むずっ。これドランしてくれんの、これ。これなんか買ったら脱がしてくれるとか。へへん、まだまだだね。うるせえな。で、一回このスマイルから出て、よいしょ。このちょっと、あ、歩けない。どこどこどこ。よいしょ。で、どこに行くんやったっけ。なんとかの通りのところにおってまんねんみたいなのが言って。どこや。さっき言うとった場所どこやろ。あれ、どこやっけ。ラッシュホーム、まあ、この辺の通り。これなんだろう、このマーク。ゴルファー、あ、これか。こん中行けってことか。えい、ここか。えい、オッケー。じゃ、視点が、この辺、この辺、ここか。えい、チーズ。お、ここ、あ、どういうことや。なんや、わしらのビップ席におったのに、急にヤクザみたいな団体が業者に来て、わしら1階に立ち抜かれたのか。ここのビップ入る前に、うん、何なんか事件。これこっち押して、あ、反転になってる。だよね、だから操作しづらいんだ。どうやって、どうやって設定するの。カメラ設定、機能強化じゃなくてメールじゃなくて、あったあった、ゲーム設定、カメラ、ん、これか。縦も逆、あ、順 OK。 これでいける、あ、これでいける。 OKOK、 こっちか。えい、あれ、黒川は、黒川はこっちか。いや、ちょっと、あっち行け、あっち行け。
黒川、あ、待って、あいつと戦うか。おい、来いや。来いや。お、三角 OK。 シェープ。あ、翔太、おつおつ、おはよう。バッと強え。ほら。強。手間取らせよ。手間取らせよってよ、ほんとに。あれ、黒川は？あれ、黒川？お、なんか落ちてる。あれ？あれ？ちょ、すいまへんな、俺。ちょ、奥のやつ取らしてもらっていいですか？ほい。OK。赤まんじゅう。赤まんじゅうって何だったっけな。あれ、黒川は、黒川、黒川。あ、おったおったと、お前か。はい。キャバレーのブランドのVIP席についての話だけど。あそこのキャバレーやな。さすが桐生藩、お目が高いな。うん、病院で知り合い言うた男。あ、そうなの、すごいなこいつ。うん、字で通っていた。字で通ってったって。ん？だったの翔太。あ、大丈夫だよ。オーナーやってる男に話をつけて、あそこのVIP席に上がらせてもらうように頼んどいたのが。ちょっと待ってや。はんはん。誰やって黒川言うてるやろとか言って。お前んとこのVIP席に一人紹介してくれへんか。すけこまし。秘密ですけこました女の情報を握っとんのや。今日てめんとこのVIP席に一人ねじくまんかい。バレされとうなかったら。もしもし、そやそや、お前、名前はキリュウ言いまんねん。じゃあよろしゅうな、キリュウヒャン。オッケー。キャバレ行っちゃおう。キャバレ行っちゃおう。あ、またある、なんか。あー、懐かしいコインロッカー。コインロッカーこんなとこにまだあるね。キャバレー、キャバレー、ちょっと置いて、よいしょ、はい。黒川、うん、違うの、こっちじゃなくて2階に行けな。おい、おい、おい、黒川というやつから紹介を受けたんだが。いらっしゃいませ。マミマミ、キリュウでございます。あ、キリュウ様でございます。伺っております。よいしょ。いらっしゃいませ。ブサイクユウコです。はじめまして。え、なにこれ、なにこれ。ビップルームはダンサーがおんの。おお、いいでんな、いいでんな。で、私にはどんな女の子がつくんだ。お客さん、こっちの人やないね。まさかのこいつ、ゆうこ。じゃあ、お仕事。まあまあ、そんなところだ。おい、おなごの数が少ないやないけ。支配人はどこにおるんや。ちょっと目合わせたらあかん。この辺で有名な薬剤さんなんやって。はい、薬剤入っていい。キャバレーって大変やな。わしらのテーブル来ないに寂しいする店他にないで。すみません。頭下げる暇あんねやったら
色っぽい姉ちゃん業産引っ張ってこんかい。ええ加減にせえ。うん、こいつ二人もついとる。親分さん、ありがとうございます。あ、ちゃうんか。親分さん、さすがやな。感覚あるな。当たり前やがな。お前さん、この仕事してて親父のこと知らんのかい。未来の近江連合のドン、関西の竜や。覚えときゃ。へえ。でかっ。強そう。かっこええな。どないしました。あ、こいつのせいでか。ちゃうわ。お前今何言うた。は、覚えとらんのかい。え、あ、事件、事件。席外せ。うわ、自分なんか親父さんの前で言うたらあかんことがあるやろ。あ、いや、ええからはよ謝らんかい。すいませんでした。ほら、みっともないで。はよ席座らんかい。何する気。飲むだけかい。殴らへんのかーい。山田、悪い、わしと酒付き交わしてからなんぼや。2年です。ありがとう。めっちゃつんどる。めっちゃつんどる。さっき言うたこと思い出した。瓶で殴れ。まあ、飲めえ。はい。ブランデー一気か、きついな。やっぱ来ると思った。これで思い出したよ。はよ言うてみや、これ。関西の竜。ん？関西の竜って言ったんだ。え、ダメだよ、キリュウハン、そいつに喧嘩打ったらダメだよ。ちょっとあんた。この女の子は言うてくれとったのに。待てや。我よくも口にしたの。お前もう一度聞きてえという。人の話盗み聞きしてきたってこら。あれだけでかい声で喋られたら嫌でも見る。正論だ。お前は俺を怒らせたな。我々危な。うーわー、あー、グランドピアノ高い。踊れなめ腐って、大阪湾に沈めたのか。覚悟せえ。あー、来たー、戦いや。あれ、あー、入るよね。オッケーオッケー。うわー、はい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 、フルスイング、はい、強こや。おい、大阪湾の竜はどこ行った。強い。おりゃ、清見でい。足元死ねえ。木打ち。これはない。おお、ヌンチャクか。おお、強っ。ヌンチャク強っ。ヌンチャクか、今の。なんだろうな。お見事や。うわ、褒めてくれた。すまんことした。うちの若い衆は血の気が多くてな。もうお帰りですか。お前らといると酒がまずくなる。あんたは大した男や。気に入った。
さっきのお詫びとしておごらせてください。断る。オウミ合流会のおごりです。わしの顔を立てたってください。合流会。合流会。この店で一番高い酒持ってこい。ほんまにええ度胸しとる。あざす。うちの組にあんたほどの男はおりません。関東の方やな。そうやろや。あんたほどの人が関西におったらすぐに噂が広まりますさが、お近づきの印にお名前教えてもらえまへんやんか。これは失礼。ん？わしは近江連合合流会二代目、合田龍二。合田します。二代目会長合田龍二。合田、近江連合ぐらいはご存知でしょうか。日本で一番有名な大門ですが。で、お名前は。名乗るほどのものじゃねえ。わしもこうして腹割って話しとるんです。名前ぐらい教えてもろてもええやないですか。キリュウカズマ。キリュウカズマだ、かっこいい。見とれちゃうわ。道島の竜、登場界のキリュウカズマさんですか。いや、そんな男は知らない。兄さんも人が悪いわ。驚かさんといてください。まあでも本物なわけないわね。本物やったらこんなところで酒飲んでられるわけないわ。どうしてだ。本物やったら今頃それどころやない。必死こいて戦争の準備しとるはずや。ああせえ。せっかくやから教えます。さっきわしが切れたわけ。なんだ。わし関西の竜と呼ばれんのが気に入らんのです。竜はまだええ、関西が嫌なんです。へえ。竜に関西も堂島もありやしますよ。極道の世界で竜と呼ばれる男は一匹でええんですが。私のこと。あんたもそう思いますよ。まあね。あんたとは気が合いますな。これも何かのいい。ありがとう。ついでにもっとええ話を教えさせてもらいます。今夜の12時ちょうどカムロ中に派手な花火がドカンと一発打ち上がるんです。花火。わしが仕掛けた花火です。待て、この店で一番高い酒ってあれかい。祭り。その幕開けの花火がカムロ町に上がるんや。そして明日堂島の竜は死に。何。それでわしは本物の竜になる。本物の竜になる。少し喋りすぎました。まあ桐生さんはごゆるりとくつろいでってください。ついだね、飲まんのかい。一つ言い忘れました。明日出かけるなら香水の一つでもつけていった方がよろしい。どういう意味で。血の匂いでね。あんたの体からプンプン匂うんです猫さんは獣の香りが。血の香りがするんや。桐生一馬さん。わあ、後ろから殴りてーこいつ。仕掛けた花火。12時。一体何が始まった。
もうすぐやん。んーで、で、大型ビジョンへ向かう。あ？痛い痛い、なんかめっちゃぶつかってきよるし。あ、なんかある、また。えい、コインロッカーの鍵めっちゃ手に入れよるわ。でこっち行って、ちょっと邪魔や、めっちゃぶつかってきよるよ。殺す。おら、え、下着ノーパンティよいしょ。こっちか、めっちゃ落ちとるやん。なんかアイテムめっちゃ、アイテム落ちとるな。俺ロッカー開けに行ってみよう。何、どないした、どえらい花火見せてくれ、わしにも見せてくれ。全然話しおくれたー。うわ、あんな高い位置のやつ爆破されたら大変やろな。詳しいことはまだ分かっていませんが、爆発が起こったフロアには暴力団関連の事務所があるとの情報もあり、事故以外の可能性もあるとのことです。これが花火。カラコン入れとんかな、結構瞳がでかい。わりかしもっとビル吹っ飛ぶぐらいやってほしかったけど。ついに始まったか。このおじさん見覚えがある。あ、終わったこんだっけこれ、なんなんやこれ。買うまでもないかな。じゃあちょっとモンハンに変えようかな。初見です。ひじくんおはよう。ちょっとね、あんまり懐かしすぎてあんまり内容がわからんかったから、ちょっとあっちの方にモンスターハンターワールドの方に変えるね。ちょっと一旦これ予約したで。あ、何を。あ、モンハン？モンハン予約した。ちょっと一旦ね、あの設定変えるからモンスターハンターに変えるね。よいしょ。一旦ね、あのこっちの方も消しとこうか。